面白い。中川町は公開競技とデモンストレーション競技が開催されますが、今回は公開競技のゲートボールをご紹介します。では早速競技の説明の方よろしくお願いします。はい、わかりました。ではまずは道具ですね。道具からいきましょう。まずスティックですね。スティック、じゃあこのスティックを持って、うん、まずスティックを持って、あとは道具としてはボールと、はい、ボールこちらですね。1から10まであるボール、はい、いいですか。あ、1番、うん、あ、2番、あ、色が違う数字で3番、今ここにある1番と2番ゲート、そして3番ゲートと1、2、3と通過していって、真ん中の上がりポールですね。これですね。それですね。ここにまで当てる。結構移動距離がありますね。順番に通していかなきゃいけない。なるほど。えい。OK です。嘘。やった。やった。やった。センサーある。センサーある。嬉しい。打撃のこの感じが、衝撃がすごい。金属が曲がっちゃうぐらいだから、しっかりと手にブーンとくるんですけど、それがなんか、なんでしょうね、野球でホームラン打ったような、芯に当たった時みたいな気持ちよさがスカッとする感じ。そうです、そうです。もう実際これは試合をしてみたいんですけど、もうやりたいですよね。やってみましょう。1番、はい、ドキドキする。早速1番スタートしました。打った。おー、すごい。なるほど、私をあそこまで連れてってくれるんだ。1、2って通ったから今度は3。ありがたい。で、前まで持ってれば通りやすい。えい。あ、止まれ、止まって、待って、行かないで、行かないでっていう、みんなそれやるひどいなんだろう、この行為が非常に難しくて頭脳派なゲームでした。面白い。すごい。ありがとうございました。いや、面白かったです。面白いです。ちなみに私、どうでしたか。筋はいいと思いますよ。ほとんど皆さんに連れてきてもらってのゴールでした。筋はいいと思いますこんなに頭を使うとは思わなかったし、あとチームプレーでなんか誰かを連れてってあげる、連れてきてもらうとかっていうのをやりながら駆け引きと、楽しかった。ミスしたら怒っちゃいけない、それをみんなでカバーしてあげると、それがゲートボール。そういうことなんですね。いや、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひゲートボールやってくださいみんなで広めていきましょう幼稚園の子から90歳のお年寄りまで同じルールで勝負ができる。負けてても大逆転ということも結構あるんですよ。これをやった時にはもう快感がたまんない大半の人がゲートボールっていうとお年寄り、おじいちゃんおばあちゃんがやるスポーツだっていう認識しか持ってなくて、なかなかね、30代40代20代でやる人がいないんですよ。なもんで、今年はこの中川町でゲートボールの競技が国体で公開競技としてありますので、まあいいチャンスだなということで、PR に力を入れて、なんとかそのね、おじいちゃんおばあちゃんのスポーツだという誤解を解いていきたいなと思います。ヒーローになれるスポーツ。